はい、速稼塾の久保です。まあ、暗号通貨に関しまして、詐欺がまたかなり流行ってきているということでございますね。まあ、詐欺にかからないようにするためには、そんなうまい話はねえよ、みたいなね、前提を持っておかなければならないのと、どのぐらいのね、関係なのかってことなんですよ。その人と本当に深い関係なんですかとかね、その人は本当に暗号通貨について詳しいんでしょうかという、今までの付き合いを振り返ってみるといいと思います。いきなりできた関係の人が、語りかけてくるっていうのは、ちょっとこれは用心した方がいいですね。はい、ということでね、フオビの方から、フオビジャパンの方からメッセージ来てますんで、読んでいこうかと思います。いつもフオビジャパンをご利用いただきましてありがとうございますと。このほど暗号資産に関する特殊詐欺と思われる問い合わせが多くなっており、次のような特殊詐欺と思われる事例が確認されておりますということです。特殊詐欺と思われる事例の一つなんですけども、マッチングアプリ、SNS 等で必ず儲かると言われ、指定されたアドレスに暗号資産を送金したところ、その後連絡が取れなくなったということですね。まあ、これに引っかかる人はね、相当なうっかりですんで、まあなかなかいないと思いますけども、でも、行かれてる時にはかなり大きな金額みたいですよ。次、口座を売ってほしいと言われ、口座のログイン ID 及びパスワードを渡したところ、その口座が特殊詐欺に使用された事例。口座の売買はそもそも犯罪ですからね。あなたは自分の口座を誰かに販売した、譲り受けた、譲った、これ全部犯罪ですからね。一切やらないでください。次、架空のキャンペーン、当選金やキャッシュバックを偽り、第三者口座やアドレスへの送金を誘導する事例。あ、これもありますね。キャンペーンってのは基本的にね、公式サイト、それを実施してる会社なり団体の公式サイトを信用してください。人づてに聞いたものはね、第二次情報、第三次情報は、ちょっと怪しいなと思った方がいいですね。次。著名な取引所に似せた名前の架空の取引所。あ、これありますよね。有名な取引所にそっくりのサイトってあるんですよ。そっちの方に間違ってログインしちゃったりとかね。間違って送金しちゃったりとか、ありますからね。ご用心ください。はい。それからね、肝心なことなんですけども、復元フレーズとかね、パスワードっていうのは、世界中で自分一人だけが知ってるものですから、絶対に誰かに教えたりとかね。それからそういうものがなくなったら、もうお金が取り出せないっていう覚悟。これすごく必要ですんで、ご用心ください。暗号通貨につきましてはですね、今まで私たちが学校や社会で学んできたのと全く別の常識とか、まあ、秘匿性というのがね、求められますんで、今までそんなことを聞いたことないよっていうのをやらないといけないんですよ。まあ、新しい常識ってもんですかね。まあ皆さん、詐欺にご用心です。せっかく積み上げたチャンスをみすみすね、奪われてしまいますから。今世の中にはね、詐欺っていう仕事もあるんですよ。困ったもんですね。ということで本日は以上でございます。